ノキア E61 は、ノキアが開発した WCDMA-GSM 方式のスマートフォン。日本では日本語化されたものが、ノキアジャパンからノキア E61 スタンダードバージョンとして2006年12月25日に発売された。当初、ノキア E60 と同時発売が予定されたが、2006年12月に当面の発売見送りが発表されたため、 E61 のみ発売となった。また、ソフトバンクモバイル向けにカスタマイズされたものが、ソフトバンク X01NK として2007年4月26日に、法人向け端末として発売された。幅広の筐体に、横長の画面とクアーティ配列キーボードを持つ、PDA 的な外見が特徴的。マイクロソフトオフィス文書の閲覧、編集機能や VOIP 対応。 セキュリティの強化などビジネス向けの機能を搭載している。カメラを持たないためテレビ電話で自分の映像を送ることはできない。スタンダードバージョンにはシムロックがかかっていないため多くのキャリアで使用可能である。日本国内でもホーマおよびソフトバンク 3G のネットワークで使用可能。ネイティブアプリケーションのインストールに関してはデフォルトではシンビアンの認証をパスした。 電子署名のあるものしかインストールできないが、設定を変更することにより自己署名証明書や、開発者証明書によって、電子署名したアプリケーションもインストール可能となる。リールプレイヤーがプリインストールされている。また、アプリケーションをインストールすることにより、オフィスや PDF を閲覧することも可能になる。ノキアジャパンのスタンダードバージョン機種としても、日本国内で発売された機種としても、 初めての GSM クワッドバンド W CDMA デュアルモード対応機種である。日本国外では、この機種をベースに2メガピクセルカメラとマイクロ SD に対応した E61i も発売された。なお、以降のスタンダードバージョンとしての後継機種が出ることはなく、2008年11月に発表されたノキアの日本市場撤退方針に伴い、 日本語対応,対応のスタンダードバージョンとしては最後の機種となってしまった。E61 には無線 l a n v o IP 機能が搭載されており、シスコやアバイア製のシップサーバーに対応しており、NTT ドコモのモバイル IP セントレックスサービス、パッセージデュプルなどにも一部対応する。E61 はブラックベリーカンクトというアプリケーションをインストールすることにより、 ブラックベリークライアントとして一部機能を利用することができる。NTT ドコモ等のブラックベリー対応の SIM カードを挿入することにより利用が可能になる。機能としては企業のマイクロソフトエクスチェンジサーバーや IBM 製ロータスドミノのメールをプッシュ型電子メールで利用できたりスケジュールのリモート同期などができる。ソフトバンク X01NK は日本では ソフトバンクモバイルのソフトバンク 3G ネットワークを使用する。海外ではソフトバンクモバイルが契約した現地キャリアのネットワークを使用して国際ローミングを行う。ネイティブアプリケーションのインストールに関してはシンビアンの認証をパスした電子署名のあるものしかインストールできない。スタンダードバージョンとは違い、この設定は変更できない。 本端末で各種のパケット通信を行う際にソフトバンクモバイルのパケット定額制の対象とならないプランがあるので注意が必要である。また、法人向け販売となり、量販店等、個人向けの販売は行われていない。ありがとうございます。